申し訳ありません、お父様。水晶堂に駆られ、痩せこけた病人とかわいそうな子供たちがいたんです。彼らは淡い期待を抱いていた。衝動は失敗への近道だと前も言ったはずだ。だが収穫がなかったわけではない。あとは任せたまえ。はあ、愚民どもに富の素晴らしさはわかるまい。プレミネ、来年は身寄りのない子を多く迎えられそうだ。先ほど経費が手に入った。あ、はい。任務は終わった。ゆっくり眠るといい。ありがとうございます。治ったら次の任務に。正義を掲げる者は往々にして不義を働く。だが我々は違う。安心して眠れ、スネージブナ、我が子よ。